はい、ヒルムです。ポケットモンスターソウルシルバーのライバル実況番外編やっていきたいと思います。今回は、金銀編における最初のジムリーダー、飛行タイプ使いのハヤトに挑んでいきたいと思います。いや、僕嬉しいですね。ちょっと、電撃で1コロナところを見せてあげましょう。ムクホーク。あ、ガチポケ、中ポケっすね。第4世代の。あー、でも、インファイトとか使われるのいい。あー、来た。これがあるからムクホークは強いんだよな。素で格闘技覚えられるもんな。これ、せこいわ。特性威嚇も強いし。これもうムクホーク最初出た時衝撃だったもんな。さあペリッパ、これはもう水飛行なので電気ペリッパ4倍なんで結構レベル低いな。あれかな、なんかハヤトも結構最近なったジムリーダーになったっぽいからレベル低めに設定されてるのか、それとも最初のジムリーダーだからレベル低めなのか、どうなんだろう。今とかほんまに電撃で1コロなんですけど、ハヤトさん、飛行タイプのイメージ払拭できてないんですけど、はい。夜の月結構特防高かったイメージなんですけど、それでも一発でしたね。まあ、なんだっけ、あれ、イカツジプレート持たせてるっていうのもあるんですけど、ドンカラスは、素早さは、ね、低いんで、大体進化前の闇カラスの方が素早さはね、高いっていう感じですね。レアコイルと千葉コイルの関係に似てますね。もう、電撃で1コロなんですけど、今のところ、オオスバメ。オオスバメは強いですよね。影分身。なんか、火炎玉とか持ってんのかな。まあ、もう10万ボルト当たっちゃったんで、確認しようがないですけど、結構ね、強化ジムリーダーって、結構持ち物とか結構ガチ構成なんで、火炎玉持ってる可能性は高いんですよね。お、ピジョット。なんかピジョットはなんかもう、なんか、グリーンさんのエースっていうイメージがあるんですけど、っていうか、なんで、ジムリーダー戦の時にそもそも、方法とか夜の族使ってこないんやろ。謎だよな。じゃあ、レベル上がりました。はい、降りてください。はい、ということで、今回は以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは。